輸出向けの SFV650 グラディウス。騒音対策における日本向け仕様との差異が確認できる。グラディウスとは、鈴木が製造販売しているオートバイの車種名。シリーズ車種として、日本市場向けのグラディウス 400ABS と日本国外輸出向けの SFV650 グラディウスの2車種が存在する。車名は古代ローマの検討し グラディエーターが使用していた探検、グラデウスに由来する。同社のネイキッドモデル SV650 に搭載されている 645CCV 型に気筒エンジンを新開発のトラスフレームに搭載し、2009年モデルの新型車として日本国外への輸出が開始された。最高出力、最大トルクはそれぞれ 53kW、9000RPM。 64mmm 6400rpm となっている。また ABS 装着モデルもラインナップされている。登場当初は輸出仕様の SFV650 のみであったが2009年の第41回東京モーターショーで日本国内向けの 400cc 仕様とされるグラデウス 400ABS が参考出品で発表され、同年12月9日より販売が開始された。 なお400は ABS が標準装備となっている。また、同車両の最高出力は 41kW、11000rpm であり、かつての馬力規制を若干上回る数値となっている。ただし、日本の平成13年加速騒音規制に適合させるため、車体左側のエンジンカバーや、 ホールなしのリアスプロケットなどが装備されているため、車体重量は650の ABS 仕様より重い。なお400は、継続生産者への平成28年自動車、排出ガス規制適用により、2017年9月にメーカーより生産終了が発表された。ありがとうございます。